こんにちは、ミーチョスです。今年もこの時期がやってまいりました。カレンダー会議、毎年こんなにカレンダー必要かなって思いつつも、魅力的なカレンダーが多くて一つに選ぶことができません。早速登場していただきましょう。はい、今年はこちらです。いやー、多いですね。まあでもそれぞれ用途が違うので、どうやって使っていくかも含めて紹介していきます。それぞれ用途が違います。全部で6種類ですね。ただまだ届いてないのがあるのと、あと来年のカレンダーを楽しみにしてるって方には少しネタバレにはなってしまうと思うので、そちらだけご了承お願いします。はい、もうどんどん紹介していきましょう。それでは早速行ってみよう。まずは毎年購入している卓上カレンダー、レタープレスカレンダーのムーンです。月の満ち欠けがわかる月齢カレンダーです。これね、本当に好き。毎年買っちゃいます。日曜始まりで、サイズは 175mm×105mm、 活版印刷なので凹凸がある作りです。満月と新月の日も記入してあります。木製スタンドがついているので立てて飾ることができるんですが、いつも飾らずにこうやって毎月作ってるスケジュール帳のポケットに入れて持ち歩いてます。毎年デザインが少しずつ変化してまして、左から2020、2021、2022、2023です。この2020年のフォントのデザインがすごい好きで、今回ね、久しぶりに戻ってきました。本当に素敵。文字の色はちょっと変化してて、今回はうっすらと青みがかかってます。この木製スタンドはこうやって壁に直張りして、軽い冊子やノートを飾るのに使用してます。はい、続いても同じくグリーティングライフの卓上カレンダー、大好きなチョークボーイさんのデザインです。毎年テーマが違うんですが、2020年は日本各地の旅みたいなテーマで、今回のテーマは宇宙に行こう。 SF っぽいデザインが最高です。この青いインクで描いたような線のグラデーションだったり、ところどころの金箔使いも、イラストも文字も本当に好きです。あと壁掛けカレンダーも出てまして、イラストは同じなんですが色使いが違うのでだいぶ印象が違うのと、表紙のデザインがめちゃめちゃ可愛かったです。リビングにはキャラクターものを置かないっていう自分ルールがあるのと、予定を書くスペースも欲しかったので購入はしなかったんですが、ギリギリまで迷ってしまいました。こちらも日曜始まりで、サイズは 175mm×105mm、 活版印刷なので凹凸がある作りで、木製スタンドも付属してます。こちらも月齢カレンダーと同じく毎月のスケジュール帳に入れて持ち歩いてたんですが、来年からは使い方を変えて他の手帳に貼ってもいいなと考え中です。ああ、今年のカレンダーどうしようかな。本日のアジェンダは2023年のメインのカレンダーをどうするかについてだ。今年と同じものを購入することを推奨します。現在タイポグラフィーが美しいヤコブ製のカレンダーを使用しておりまして、縦型で記入ができるのが予定管理をするのにすごく使いやすいです。項目5つに分けられるので、2人分のプライベートの予定と仕事を分けて書ける。その上、枠のサイズやカレンダーのサイズ感も非常に使いやすいと思います。だがな、曜日と祝日が書いてないのがすごく不便だって意見もあるぜ。手書きに疲れて途中でマスキングテープで曜日を貼っていたが、微妙にサイズが違うからテンションが下がってたな。あいつ、新しいものを探した方がいいと思う。ただミートスはツルツル素材のカレンダーはあまり好まないので、探すのは難航するかと思われます。タイポグラフィーもそんなに詳しくない割に好き嫌いが激しいので、どうしましょうか。よし、新たに最高のカレンダーを探そう。縦型の一覧方式、4つから5つの枠、紙質はツルツル以外、美しいタイポグラフィー、曜日と祝日の記入があり。あー、ミートスがなんかポチろうとしてるぜ。何？縦型か。横です。なんだと、どうなってやがる。曜日と祝日は？曜日あり、祝日なしです。おい、なんてことだ。この時間返せ。はい、リビングで使うメインのカレンダーがやっと決まりました。ムクのデイズ2023、丁寧に封筒に入ってます。すごくシンプルだけど美しいカレンダーで一目惚れをしてしまいました。うわー、もう本当に素敵。ムクという名の通り、素材の持つ特性を最大限に活かし、
長く大切に使えるものを作っているステーショナリーブランドから出てます。ボドニーという書体を使ってまして、こちらもすごく美しいですよね。紙の質感もすごく書きやすそうです。月曜日始まりで、祝日も細かい記載はないんですが、ちゃんと休みだとわかるようになってます。一マスの幅は縦が 42.5mm、 横が 33mm、 4行あるので予定は十分に書けそうです。閉じの部分には麻布が使用されてます。これはどうやって吊るそうかなって考えて、で一応クリップを用意したんですが、よく見たら壁掛け用の紐がついてました。これはシンプルながらすごいアイディアです。これだったら簡単に紐の長さも調節できます。夫婦2人の予定を書き込むメインのカレンダーなので、リビングに置く予定です。はい、続いてはグリーティングライフのテント。これも毎年購入しているカレンダーです。毎年デザインがすごく凝っていて、テントのイラストがしっかりと描かれてます。テントの屋根部分がカレンダーになっていて、2ヶ月分を見ることができます。このフラッグ部分も2ヶ月ごとにデザインが違うのですごく楽しいです。中は小物入れになっていて、ラグもしっかりと敷いてあります。左から2023、2022、2021、2020の順です。コーヒー器具や椅子も毎年違いますね。別バージョンで一軒家や、今年は4階建ての建物とかも出てます。なんとこのカレンダーは今年で10周年だそうです。これは今文具用の棚に置いてるんですが、場所を変更するかは検討中です。別の場所に小さい棚を作っても可愛いかなと思ってます。毎年テントの中に住人を入れてます。はい、続いてはタイポダリウムです。ドイツの会社から毎年出ている日めくりカレンダーです。世界中のフォントを使用して、365日日替わりで全て違うフォントになってます。これはもうフォントのサンプルブックとしてもすごいと思う。毎年どうしてもめくれなくて、もうこのままパラパラと眺めてます。裏面にはフォントの名前とサンプルの一覧とデザイナーのウェブサイトも載ってます。左から2021、2022、2023年です。箱のデザインもねすごく素敵なんですよ。カレンダーの雰囲気もフォントとか色によって全然違うので、毎年すごく楽しみにしてます。背表紙が組み立てられるので、卓上カレンダーとしても使えるし、壁掛けとしても使えます。厚みが 38mm もあってかなり分厚いです。部屋の空間は落ち着いたヴィンテージっぽい雰囲気でまとめてるんですが、こういうポップなデザインも好きだったりします。毎年本当にね売り切れるのが早くて、コレクションで集めてる人もいるそうです。はい、続いてのカレンダーは春風社の日めくりカレンダーです。まだ届いてないんですが予約済みです。こちらは今年の2022年版で、あと2ヶ月分なのでこんなに薄くなってきました。小さめのサイズで 50mm×50mm、 左上には小さな一言が添えられてます。いわゆるザ・日めくりカレンダーっていう紙質で、このめくる時のペリッっていう音もすごい気持ちいいです。こうやって毎日のスケジュールページに貼ってるので、この日めくりカレンダーが欠かせません。このカレンダーが入ってる箱も好きで、こちらは毎回小物入れとして使ってます。箱付きのものと箱なしが選べるんですが、毎回箱ありのものを選んでます。はい、以上6種類のカレンダーを紹介しました。実はもっと気になるものがいくつかあって、もうねこれ以上は増やせないなと思ってストップをかけました。日めくりカレンダーもデザインがすごいかっこいい月齢カレンダーもあったし、
ドイツのタイポグラフィーの日めくりカレンダーもかっこよかったし、あと糸を外していくカレンダーとかもすごく素敵でした。カレンダーが大好きすぎる。こんなに今の日付知らなくていいじゃんって言ったらそこまでなんですが、いや、なんか数字のフォントや配置とか組み合わせとか紙とかそういうのが好きで、カレンダーっていう存在そのものが好きです。いつからこんなにカレンダー好きになったんだろうって考えると、学生の頃に自由にシールを貼って自分の好きにできるっていうカレンダーに出会ってからカレンダー好きになったような気がします。はい、というわけでミーチョスのカレンダー会議2023でした。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。じゃあ以上です。最後までご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。ふう、メインのカレンダーは予想外でしたか。今回もなんとか6種類に収めることができましたね。いやいやいや、まだまだ気が抜けないぜ。あいつこの間1時間も東急ハンズのカレンダーコーナーにいたからな。我々は急な衝動に耐えられるように今後の対策を狙わなければいけないな。ああ、やれやれだぜ。